はい、皆様こんにちは、おはようございます、そしてこんばんは。宮城県で弓を引いている48歳のおっさんです。皆さんお元気でしたでしょうか。ここ数日ですね、猛暑ですね、ずっと続いてますよね。今年の夏っていうのはこう異常なくらい暑くてですね、ここ仙台でもですね、ずっと30度以上の、熱帯夜ですね、で日中も34度5度なんていうのが結構ありましてね、場所によってはなんだと思うんですけれども、熱中症ですよね、よく最近道路、私車運転するとよくね救急車見るんですよ。ただ今年に限って異常に多い感じがしますね。皆様も熱中症には十分お気をつけなさって、練習等と、生活等と、されていただけるといいと思います。今回の動画なんですけれども、試合ですね、おっさんの3つ目 の、 目標である国体に出場するぞっていう部分の、東北ブロック大会が先日行われまして、正式名称は第50回東北総合体育大会弓道競技というんですけれどもね、場所は岩手県は盛岡市、岩手県営武道館弓道場で行われました。ここの、この弓道競技もですね、猛烈に暑くてですね、多分外気温34度ぐらいだったんじゃないですかね。宮城県と比べますといくらか、やっぱりね、湿度が低いかなって思える程度なんですけれどもね、宮城県の方がどうしてもねこう湿度が高くて暑いっていう感じなんですけれども、私から見るといくらかマシだったなっていう感じなんですけれども、ただ他の県の人たちも大変だったんじゃないですかねっていう感じです。この、競技会なんですけれども、初日なんですけれどもね、急にお空の具合がちょっとねこうどんどん雲が湧いてきましてね、途中で真っ暗になってきたんですよ。もう夕方みたいな感じですね。どうなっちゃうんだろうと思ったらやはり、雨が降ってきまして、で雷を伴う大雨でございました。で、近畿のね競技の途中からですね、もうドーンとゴロ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 っと鳴り始めましてね、おっさんたちの立ちの時が雷がドーンとね近くに落ちまして、ちょっと、しばらく聞いたことがないようなね雷鳴でございました。ドーンと落ちて、何でしょう、炸裂音みたいな感じですね。こうバンバンとかボンボンとかそういう感じのボン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 って鳴り響きましてね、照明ですよね、弓道の場内の照明が一時ねパツ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 ってこうついたり消えたりしたんですよ。それぐらい、近くに落ちたんだなという感じでございました。で多分ねこういう競技中にねこういう天候のトラブルっていうのはあると思うんですよ。風が強くなってきたとかね、雨が降って的が見えづらくなったっていうのはあると思うんですけども、雷っていうのはなかなかね音を伴いますんでね、なかなか皆さん動揺されたんじゃないかな、その中でよく我々頑張ったなということで、弓道競技の方はそれによってね止まることもなく終わったんですけれども、同じねこの競技会場のもう一角でね、空手道の方をやってたらしいんですけども、そっちの方はね停電してしまったらしいんですね。で道場の場内が真っ暗になって競技が中断されたということでした。大変な中での本当に弓道競技でございましたね。でおっさんの調子だったんですけれども、全くこのダメで全くダメでっていうか、もう終始ダメだったわけではないんですけれども、試合の取っかかりですね、
試合始まってこれから気合い入れていくぞという時にその失速してしまうっていうんですかね、うん、このバツバツバツのスタートでございました。そうですね、もう緊張というか、なんて言うんでしょうね、もうこうビビっているっていうんですかね、何かにこう恐れているっていう感じですね、うん、具体的に何にそんなに怖がってるのっていうと、うん、ちょっと言葉にすることはできないんですけれども、まあちょっとやっぱりこうやってね気合を入れるっていうところでこうビビって、その自分の射ができないでしまったっていうことにひどくその心象というかね、情けなかったなってこう妄想しております。うん、でまあこの近敵競技終わった時点でおっさんね12射で7中しかできなくて、でチームとしても6点中6位なんで最下位のスタートなんですよ。うん、で最下位になってしまったらもうちょっとどうしようっていう感じになってしまうんですけれども、まあ近敵競技と遠敵競技ございますので、まあ、今度は遠敵の競技を、まあ、2日目にやるからそっちの方で頑張ろうと、うん、もうそっちでトップと狙っていくしかないよっていう感じで、選手とね、一応心を共にして頑張ったわけでございます。でね、この2日目の遠敵競技でもおっさんまたやらかしてしまってね、またバツバツバツですよ。と情けないなって思います。うん、でね、富谷は5点にポンと入ったんですけれどもね、そんなのね点数の足しになることもなく、うん、やっぱりね1回目も、何位だったかな、1回目終わった時点で遠敵5位だったと思います。そしてね、まあその後ね2回目3回目と、チーム全体でとりあえず頑張ることができて、まあ終わってみればね、遠敵は終わってみれば、2位っていう成績でございました。まあ2位と3位の成績の差がね、何点だったかな、6点かそこらだったような気がしますんで、まあ、差があったかどうかっていうのは結構謎なんですけれども、まあ試合っていう風になるともう1本当てるだけでも結構この大変なんだっていう気持ちで持っていかなきゃいけないっていうところがやっぱりございまして、やっぱりこういうのっていうのは一つ一つ一社一社、うん、最後まで諦めないで、うん、自分の精一杯を、うん、出すと、自分のベストを尽くすと、うん、そういうことが大事だったんだなっていうふうに思い知らされた、そんな結果でございました。うん、そしてね、まあ近敵が最下位で遠敵が、まあ、2位ということが分かったわけなんですけれども、でこの状態で、いけるのかと、国体の選手権を得られるのかっていうことだったんですけども、まあ、正直言って、厳しいのではないかなと思って、まあ、遠敵を最後ね頑張ったんですけど、最後の一本まで頑張ったんですけれども、ちょっと力及ばずだったかなと思って、でまあ控え所に帰ってきた時ね、ちょっとこう諦めムードだったんですけれども、まあよりよくよくね、なんか計算がありましてね、点数の計算がありまして、順位のね、うん、それでなんか計算なさってた方が、あれこれもしかして抜けたんじゃないかっていう話をねしておりまして、でそれをちょっとこう聞き耳立てて聞いていたところ、まあ宮城県青年男子は3位だと、3位まで国体にね行ける出場権がございますので、あギリギリそこにね入れたということが確定した時点で、うん、もうおさんね泣きそうになりました。情けないですけどね、うん、まあどんなことが起きたのかっていうのは、まあ、ちょっとねかなりのレアケースなわけでございますよね。近敵最下位で遠敵がねいくら成績が良くても、まあ、決中とかにはなるんですけども、単独3位っていうのはなかなかないんですね。うん、ただし周りのね他の、県の代表の方たちの動向によっては、そういうこともあるということが、まあ、今回は分かったと。うん、だけどそれにね期待することは、まあ、運であってね、他力本願なことなんで、まあ、今回はたまたま棚からボタン持つ的に、この出場権が、まあ、
放り込んできたっていうかね、うん、棚からぼた餅ですよ、それこそね、うん、でまあそこに甘えてはいかんということで、非常にね、気合を入れて日々これからねますますもって練習していかなければならないなとね、出場権を獲得できなかった選手たちのためにもね、自分を真に厳しくして毎日練習ねサボったりしないで頑張っていかなきゃならないなって心新たに頑張ろうと決意した次第でございます。うん、そして、そんな状況でございました。ですのでとりあえずは鹿児島国体のね、選手としての出場権を得ましたよっていうご報告になります。これがまず一つです。うん、そして今日の練習なんですけれども、宮城県のね中の、選手とですね、うん、まあ仮にドクター N としておきましょう。うん、でまあ一緒にね協力してくれて、まあ顔出しも OK だよなんていうことだったんで、一緒にね動画撮らせてもらいながら、一本ずつのね椅子目ということで、強者をしております。うん、でね、今回ね8本単位で、3回勝負をしておっさん負けたんですよ、結果的にはね負けちゃいました。うんうん、負けたんですけれども、この最初のねテイク1テイク2テイク3としましょう。でテイク1の的前の、カメラがですね止まってしまったんですよ。うん、ですのでテイク1がないんですよね、動画がなくなっちゃって、今テイク2テイク3をこうやって動画で投稿しております。うん、でここの部分だけ見ちゃうとこうおっさんがね勝ってるように見えちゃうんですよね、動画がなかったからね、テイク1なかったことにしちゃえばいいってなかったことにしちゃえばおっさんが勝ったことになってしまうんですよねでもまあね、まあ、本人様のね、うん、ドクター N 様の名誉のためにね、うん、最初のね、テイク1は、ドクター N さんが発注でございます。うん、おめでとうございます。すごい。ね、おっさんは最初バツバツで、あともう一本ぐらい抜いてね、発射、誤中でございました。もう、その時点で、こう、参拝してるわけですね。うん。で3敗のビハインド状態の状態で、テイク2で始めているので、まあテイク2テイク3ってね全部見ておっさん勝ったように見えますけど、実はこの日負けてるんですよねそういうことでございます。うん、でそんなことを言いたかったわけじゃなくて、何がね、この練習で良かったのかなっていうふうに、まあ、総括ですよね。下見たところ、二人でね、練習してる時って結構あるんですよ。ね、顔を合わせれば勝負してるんで。で、それだけじゃなくて、ね、今回ね、じゃあ動画に投稿してみようという話を、してみたところ、まあ、こうやってね、ポツ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 結構抜くんですよ。うん。で、普段はね、うん、今までの結果だと、まあ、おっさん結構勝ってるんですけれども、それでもね、その中身が結構いいんですよね。お互いに抜かん。で、抜いた、相手が抜いた時に、ちゃんと自分が詰めるとかね、自分が抜いた時に相手が詰めるっていう。ね。で、トータルの成績、2人での成績も、まあ、23回ぐらいやるんで、24射で22中とかね、うん、どんな悪くてもまあ、20中とか、そんなもんで、しっかりね、うん、やってたわけなんですけれども、やっぱりこうカメラの先に皆さんの目があるっていう考えただけで、やっぱりちょっとこういつもと違う感じになってしまってね、特にこう離れとか伸び合いがね、伸び合いと離れか、うん、これがちょっとおかしな感じになってしまって、ちょこちょこ抜いていると、うん、そんな感じでございます。うん、でまあね、紹介しますと、このドクター N さんが使ってる弓っていうのは、まあ、直進の、1のグラスかな、1グラスなんですけども、もうキロ数がすごいですよ。うん、球力が24キロでございます。うん、2寸伸びの24キロでございます。非常にたくましいというか、球力が強い弓を使ってあります。うん、まあ、逆にね、
おさの弓は、まあ皆さんご存知の通り、直進バンブーの4寸の木の17キロでございます。うん。これらの弓でね、うん、まあ弓はもう秒数はね、まあ、関係ないと。ただ、重たい弓ですと、重たいっていうのはおかしいですか？強い弓っていうことですね。強い弓ですと、やっぱりね、なかなか普通通り引くっていうのも、やっぱその、普通に引くこと自体が難しいので、うん。やっぱり彼はすごいんだなと思っております。うん。的中もいいですけどね。ただ、まあ、ちょっとね、見てくれはね、ちょっと変わってるっていうか、うん。そういうふうに見えますけれどもね。うん。でも非常に当たるんですよ。うん。で、彼に協力を仰ぎながら、毎日こうやって気詰めしながらね、楽しくもね、厳しくも、練習しております。うん、おっさんもね、試合終わった後どうしてもね、こう試合の直後っていうのはですね、こう気分がこういい時はいいんですけれども、だいたい最近ね、こうやってなんか失敗しちゃったとかって言いながら、悪いっていうんですかね、こう悪いものを引っ張ってしまって、こう貝が伸びていくんですね。もたれに入ってですね。うん。こう、離れの時にこれでいいんだろうかとかね、伸び合いちゃんとできてるかなとか、止まってないかなとか、で、離れの時にね、いろいろ確認しながら離れの時に、あって、なんかこう、なんかこれじゃいけない気がするみたいな感じでね、もう一回、巻き戻って、もう一回、爪合いから伸び合いに来てって、こうね、何度も何度もこう、これを繰り返してしまうんですね。うん。でこういうのがもたれって言います。うん、踏ん切りがつかないんですね。自分をちゃんと信じ切ることができないっていうんですかね。で、伸び合って離れるっていう、この基本のその運用っていうんですか。でここがね、できてないんですよ。これ非常にまずいことだと思いますので、まあ、こう気合でね、気合と気迫で、うん、ね、そこをまっすぐと、伸び合って離れると。でそれを練習、今後ね、気合い入れて練習していかなきゃいけないなっていうふうに思うところでございました。今回の動画はこれらの報告と、今のおっさんの弓道に対する取り組みはこんな感じだよっていう動画でした。あとね、東北総合体育大会で、行った時にね、現地で岩手県に行った時にお会いした先生方とか、あと私のチャンネル見てるよって言ってくれた方、うん、非常に励みになってます。ありがとうございます。うん、この動画がね、今回の動画がいいな、良かったよって思われた方は高評価、うん、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。また次回の動画まで皆さんお元気で。じゃあね。最後二人して言ってるな、ダメだこりゃ。